せたのお互いここに来てショートレンジの伸ばしをバンと決めて、ちょっと苦しいところから伸ばしを決めて勝利をつかむっていうのはお互い取り合って28本から取り合ってリーチをかけると、もう最後の最後でいい連鎖の構築ができてきているんじゃないかと思います。さあ緊張の一瞬です。さあリベ真ん中ちょっと空いてる形から、これ連鎖を構築していくところに対して一気に打っていった、紫が来ない。最後はあっという間の一撃。私に逆らうから。は両手を上げる。ちょっと苦笑いもしつつ両手を上げてガッツポーズ。取りは通じず。さあここで一本先取となりました。29対29、この一本を取ったものがこの試合の勝者です。目が離せないですね。ヨダソマ2連鎖ダブルを狙いすぐに打つ。塩田これは紫を引いて、この3連鎖目が強い。この3連鎖目があることでヨダソーマに無理を押し付けるが、ヨダソーマも3連鎖何度かなっている。さあこれは風量的にかなり差がついた。対応成功した分塩田の方にかなり分がある。さあそのリソース差を単発で消化で使っていく。さあここで両名先に本戦は発火したく、さあ2連鎖に対し塩田大きく削ったのを見て、ヨダソーマここでいいタイミングの本戦発火。さあ塩田これかなり形が乱れたぞ、かなり乱れたので、この本戦発火が果たして本当に足りるのか、この勝負の行く末はどうなる。塩田これ全部入っている、全部入っていることでまだ試合が続くか。さあ4段強を振ったのが塩田です。まだ決まっていない。さあ追い込まれた塩田だが、この技術力4連鎖見えるか。ヨダソーマこれは5連鎖4連鎖だ。おっとこれは素晴らしい、つなぎ切っている。さあここで勝ち切ったのはヨダソーマです。おめでとうございます。非常に表情がいいですね。やりきった。おーサービスしました。これ本人笑っている、苦笑い。いやなるべくしてなったのか。これ29秒、お互い辛そう、辛そうだ。吉田の方が強い、辛いか。チャルメラーは冷静、データは大事なのか。29対29、ここまでこの今シーズン2部リーグはヨダソーマが取っている。データ上チャルメラーはノーデータ。さあ組み替えるぞ。さあ2ダブっていった、81で打った。これは紫いいのか。吉田紫から緑を引いた。どうだチャルメラセカンド、ソーマが有利に見える。だが不要量的にはいける。いやーだがこれはやはりデータは嘘をつかないのか。30本取っていったのはヨダソーマ。30対29でヨダソーマ選手の勝利となります。